俺が寝坊したんじゃない、世界がちょっと早足だっただけさ。どうもキーボーです。本日もイラストいただいてます。めっちゃめーありがとう。いやー、このイケメン具合が実物そっくり。あれ、キーボーがなんか狙ってますね。ん、何狙ってんだ。はーい、全然でっかい、これは俺じゃない。というわけでボケでツッコミ行ってみたいと思います。この動画でちょっとでも笑っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ほんじゃま行ってみましょう。ポチッとな。100日目。あれか、ワニか、いろいろあったワニか。もうこれでいいよ。ずっと文通してたペンフレンドのスミス君が、すげえな、できすぎ。海外のこと文通してんのか。ほんで今度日本に来るのかな。頭に来るんだよ。今すぐやめろや文通。そんなまっすぐな目で言うな。お父さんもお母さんもいなくなって、お兄ちゃんだけ高校出て働いてるのに、私だけ大学になんて行けないよ。苦労してんだな、兄弟愛ってやつかな。関係ない、行け。かっこよすぎるんですけど。そんなにクールに言う。小泉進次郎、声をボイスに。どこっちゃねん。最近のボケてマジで進次郎さん出まくってんだよな。骨がくつろいでる。なんてこったい。うるせえ、おるぞ。ヒエアが読めない。ヒエはねえわ。すごい、このベルトを装着しただけで人混みの中もスムーズに走れる。避けられてるだけ、早く気づいて。おばあちゃんの、あ、僕これ大好きなんだよな。甘さとしょっぱさがたまんないんだよ。ポイ捨てしたタバコが原因で全焼。おいババア、タバコポイ捨てするやつマジでクソだ。もうビキニの紐引っ張ったでしょ。おいえ、これ大丈夫、 YouTube 載せて大丈夫なやつ頼むぞ。マジで期待してるぞ。クソが、そんなこったろと思ってたよ。船さん、波平の前で包丁なんか持ってどうしたの。ごめんなさい、もうすぐコナン君が来るの。波平終了のお知らせ。コナン君が来るんだったらしょうがないんだ、誰かが殺されなきゃいけないんだ。